秒前。はい、5秒前。5回の表、ドラゴンズの攻撃は4番サード。今日はこの西山の2点タイムリーツーベース、カープが2点を先行しています。試合は5回の表。笹岡はこの回を抑えますと勝利投手の権利を得ます。ドラゴンズは4番のゴメスから。チャンスを逃がした後だけにね、それと5回でしょ。この回要注意ですね、この回はやっぱり気をつけなきゃいけないイニングなんですね。先ほどはノーアウトランナー2塁1塁で金本が一度は送りバントを仕掛けました。その後結局チャンスを生かすことができませんでした。ダブルプレーになってもおかしくないケースでしたよね、これダブルプレーだったら流れは中日行きます、ところがそれが残った。これまだカープ流れあったんですけど ね、 ありましたね。それで点が入らなかったっていうのはやはり、中日に引っ掛けてますからね、となりますと小林さん、笹岡のこの回のピッチング、そうですね、非常に重要ですね、長野さん、その笹岡投手に対する大野ピッチングコーチの話が聞けました。今日はですね、一球一球丁寧に投げているので相手バッターの芯をうまくずらしているねという話、それからもう一つ、自分の的ペースで投げているので非常に落ち着いているよという話でした。でこれから気をつけてほしいのは走者を出した時のピッチング、これだけですという話です。藤村アナウンサーのリポートがありましたが、的ペースがうまく自分のものになっているという話がありました。打ち上げましたゴメス、前田が掴んでワンアウト。小林さんもやはりそのあたりはお感じになりますか。昨日ねチームみたいな生かし方したのもあるでしょう、で笹岡もアクシデントからね中1週間ですかという登板なんでね、とにかく自分のペースで投げようっていうのをかなり意識しているように思いますね。ゴメスへの配球、全球ご覧いただきます。笹岡もここまでは調子いいんですが、ただ今の、配球見ても分かるように、すごく考えて投げてるというかね、丁寧に投げてます。確かにね、で最後のボールちょっと甘かったんですけどね、ただゴメスの方も調子を落としてますしね。そうなんですよね。ですから中日打線がかなりねその落ちてるのは確かなんですよ。現在首位を快走しております中日ドラゴンズ、イメージがどうしても先行してしまうんですが、5月に入ってドラゴンズは5試合を消化してチーム打率が2割飛んで8厘、明らかにこれ山本さん、調子としては打線は、全員というかもうかなりの選手が調子良かったでしょ、打線が。そうでしたね。それが同じように落ちてきたっていう時にはね、かなりチーム力と落ちるんですよね。これ今日星野監督言ってましたけどね、特にゴメス、この立浪ですね、ただね、笹岡はこれから気をつけなきゃいかんのはやはり甘いボールを、いくら調子が落ちてるからといって甘いボールを投げるとパンチ力持ってますんでね、一発ありますからね、それを気をつけることですね。笹岡は今のが50球で目でありました。空振り三振、今のが142キロ、ストレートも小林さん伸びてますね。いいですね、今の低めですよ。あのボールが低めに集まっていればそんなには小林さん打てそうにないでしょうね、ただね、立浪もやはり状態悪いですね、今のような空振りするってことは。あのコースのまあストレート空振りっていうのはあまりその立浪今まで見てないですからね。そうですか。初球打ち、サードはディアス、江藤に渡って簡単にスリーアウト。5回の表、三者凡退。